皆さんこんにちは、モトラットつくばです。今回はご試乗車の紹介、2021 SNXR プレミアムスタンダード、カラーはレーシングレッドです。プレミアムスタンダードというのは、サスペンションが短い、結果的にシート高が低い車両のグレードでして、2021年型は昨年2020年の年末から車両がこう日本に輸入されてきて、皆さんもオーナーさんも誕生している方もいらっしゃいますが、試乗車としてちょっと今回入れさせていただきました。これもちょっとシートをですね、実はローシートからコンフォートシートといってディーラーオプションのものに、ね、ちょっと交換して、この部分をちょっと見ていただけるようにちょっと今回、ちょっとセッティングしております。コンフォートシートの方がちょっと柔らかめで座り心地がいいシートですね。はい、まだちょっと車両を下ろしたてで、簡単に言うと当たりが全くついてない状態でちょっとこれ動画撮影しております。このエンジンはやっぱり3000キロぐらいこう乗車しないと本来のこうパワーが出てこないのはもう周知の事実で、初めて本当にこの車両乗られている方は、それはそれで、もしかしたら満足されるかもしれませんが、本来のパワーが出てないという感じです。でそして9000回転以上回せないように、もう初めの1000キロの初回転機はしないようにしてますので、いざ 回そうと思っても結局回らないということになりますので、一応ご試乗車として下ろしてるんですけど、高速道路とかで一瞬もし回す場面がもしあるとすると、ちょっとそこでリミッターを打ってしまうという可能性はありますので、ご了解くださいませ。今回この2021年型の後編交点というのは、まずメカニカル面ですと、チェーンが、M エンデュラスチェーンといって、巷では給油の必要がないチェーンと言われているんですけど、そのチェーンが採用になっています。今回のこの試乗の短時間ではなかなかちょっとはっきりと見極めが難しいんですが、明らかに前のタイプのチェーンよりなんかちょっと音が少ない感じはちょっとしたんですよね。あくまではちょっと機能性のレベルなんで、まだ正直言うと正確分かりません。はい、ちょっとチェーンの動くとこの動画です。もし仮に給油の必要がないとすると、ロングツーリングに行った時に、結局チェーンルームを持ち歩かなくていいっていうメリットがありますね。例えば北海道ツーリングとか、本当にロングツーリング行った時に、特に雨を降った後か何かでやっぱりちょっと給油しないといけないという場面には非常にいいかなと思いますね。はい、走行には関係ないんですけど、 USB のこう端子がシート下についたりとか、そういう点がちょっと今回変わりました。実際そうですね、2020年型の SXR も試乗車に下ろして、今回下ろしてるんですけど、やはりこうまだご試乗の希望の方が非常に多くて、今回この駆動系のパーツがちょっと変わったので、その部分の違いもしかしたら結構出てくるんじゃないかなと思いまして、こちらちょっと試乗車に下ろした次第です。はい、エンジンブレーキ
トルクコントロール MSR というものが、まあ、1型のこの2020年発売のものがついているんですけど、まあ、2021年型 の R1250GS にもとうとう装備されてますので、やっぱりシフトダウン時ですね、速い速度からのシフトダウン時にかなりリアタイヤのホッピングを防ぐ一つの少なくする要因のこう機能がつきましたので、より安心してこうシフトダウンすることができるっていうのがこれのメリットですかね。はい、何しろこう乗っててこうエンジンサウンドがやっぱり4気筒のこうサウンドがいいんですよね。はい、S1000RR のエンジンと比べると吸気系がこう固定バルブでシフトカムシステムが入ってないんですけど、まあどのみち街中で乗る分にはまあ S1000 のシフトカムってもっと結局上の回転数で切り替わるので、実質ノーカムで走るパートが結局多くなってきますから。まあ、馬力は確かに50馬力ほど、ね、少ないんですけど、まあ、実際かなり速いですよね。はい、市場に関しましては事前ご予約いただければそうですね、まとまった時間でこう乗りいただくことも可能です。高速道路のご試乗ももちろん OK ですので、いずれもまあいきなりこう飛び込みでいらっしゃったお客さんも中にいるんですけど、そうするとこう時間がバッティングしちゃって短時間しか乗れないということも十分ありえますので、まあご試乗の予約はまずお電話でちょっといただいた方が一番最良でこう十分こうご納得いただける試乗ができるかと思います。まあお客様があまり乗られてない時にはなるべくこう慣らしで距離をこう刻んで、なるべくこう距離を乗った、ですね、エンジンが当たりがついた状態で本当に楽しんでいただきたいところなんですけど、まあ、その部分は可能な限りちょっと努力いたします。ぜひご来店の方お待ちしてます。ありがとうございました。